はい、浦和区の現場へ着きました。え、面白いかな。電気なし。トイレ、キッチンがね、新しくされてるらしい。おお、新しい。やべえ、めちゃくちゃ綺麗。おお、なんだこれ。すげえ綺麗。おお。え、ガラスも新しいんじゃない、もしかして。え、マジでガラスも新品。お、すげえ。え、こんなの初めてだよ。普通はガラスサッシは既存をきれいにするパターンが多いからね。なんかこう障子って怖いよな。え、すげえ、ガラスサッシ、あ、すげえ新品。あ、やべえ、景色いいじゃん。ちょっと待って、景色いいんだけど。あ、こちらがいいか。夜景っぽくなってる。すっげー。ちょっと夜景っていうのは言い過ぎたね。夜景っぽくはねえな。これめちゃくちゃ綺麗なんだけど。浴室、ん？洗面、普通の色これだもんね、これ。え、マジで？え、すげえ。多分これ扉も新しく取り替えてある。よっぽど汚かったんだね、ここじゃ。うん、風呂もね、画面だと綺麗に見えるけど、まあ、普通の汚れだよね。え、やっべえ、一日で終わっちゃうかな、これなら。これ3日かけちゃっていいの？あ、3日じゃねえや、2日だよ。やーべえ、キッチンが綺麗。これ水使えないね。水垢残っちゃうから。汚ねえ洗面のやつ使えばいいか。うん、洗濯槽あるから。やばいやばい、綺麗綺麗。ただ問題なのは、この部屋真っ暗なんだよな。ね、窓がないもんね。光が入ってこない。ただライトもつけれねえじゃんね、持ってきても。え、すげえ。やばい。じゃあ、ご近所迷惑になっちゃうとあれだからね。一旦ここらで引ける。ブレーカー落とす。足場が見えねえ、全然。マジかよ。いや、足元暗すぎてね、ちょっとビビったわ。ドアが閉まります。
ばい、めちゃくちゃ綺麗。どうしよう、2日かけちゃっていいのかな、こんな綺麗で。まあたまにはゆっくりのんびりがいいかな。いやー、1日で終わっちゃいそうだけど、でも暑いからね。なんか確かエアコンなかったんじゃない、あの部屋。俺ね、これ好きなんだよね。まあいいや、一旦あれして、よっこいしょーってね、なんだろうね、よっこいしょって言っちゃうよね、車。まあ車だけじゃなくさ、座るときやっぱもうおっさん化してるってことでね。やべえな。よいしょ。パーキングだからね、あんまりのんびりするわけにはいかないんだけど、仕事外でこういうとこでパーキング代がね、まあ多分200円ぐらいで出れるでしょ。この現場ね、前も来たことあるわ。確か前はね、3階で 2DK だったのかな。うん、そう。でも今回は 3DK。 うん、階ごとに多分ここね、部屋の間取りが違うんだね。うん、もしかしたらだから 1K もあるのかもしれない、ここ 1LDK とかね。うん、でも今時のそういう 3L とかじゃないから、めちゃくちゃやりやすいと思うな、これ。うん、作りがね、シンプル。やべえ、これは月曜日からの2日間はちょっとテンション上がるね。ただエアコンあったかな、なんかなかったような気がするんだけど、エアコンがないと相当きついよね。うん、まあそんなこと言ったらね、外仕事の人はもっと大変なんだろうけどね。うん、いやー、まあね、自販機でジュースを買ってから、うん、帰ろうかな。うん、こういう現場だったら一人でも全然余裕だよね。うん、まあどんなきつい現場でもね、結果一人だからやるしかないからやっちゃうんだけど、まあ、でも体への負担はここは小さく済むね。うん、でも最近ね、でかいとこばっか続いてるから、最近 1K 来ないんだよ。うん、多分俺が、そう、俺ならやってくれると思っちゃってんだよね、きっとね。うん、まあそこの人のおかげでね、この間はクレーム来ちゃったけど、慌てさせられたからね。結果手直し行くぐらいだったら、だから日にちをくれって俺は言ったんだけどね。うん、ああ、じゃあ帰ろうかな。なんか特別そんな夜景って言えば夜景じゃないけど、でも、うん、窓開けた感じの雰囲気はいいよね、ここね。うん、裏枠か。裏枠って意外と住んだら、うん、住み心地はいいのかもしれないね。うん、まあじゃあそんな感じで今から帰ります。じゃあまたねー。